ハロー YouTube! 下根司のニュースの猫側、にゃ。今日もネタをバカやめてやつをお送りします。俺たちのニャントラが、8月に復職するんじゃないかっていう話がネット上で盛り上がっておりますので、それにパクついていきたいと。ね、ニャントラといえばです。滋賀県の森山市に、琵琶湖ワンワン王国とかいう、幻の王国が存在したんですよ。で、それ2005年に、その国は滅びたんですけども、ね、文明が滅びたんですけども、ね、その王国、ね、神聖琵琶湖、ニャンニャン王国に、このニャントラが就任するのか、ということが私の中で話題に、ね、この前ちょっとコメントで、お前もうちょっと真面目にやれよっていう、真摯なコメントいただいたばっかりなのに、またふざけて全く反省していない。私。ねえ、ということでね。ということで、まあ、琵琶湖にゃんにゃん王国の話じゃなくて、ね、USA の話ですよ。ね、この USA ね、先日7月4日の独立記念日に、なんかあるんじゃねっていう話したんですけど、ね、まあ、それはともかく、ね、まあ、それと違う世界線で2024年に、にゃんとらが再度出馬するっていう話でも盛り上がってたんですけども、ね、この2024年を待たずして、8月に戻ってくるとは、これ、いかにっていう話なんですよね。で、一部ですね、このネットメディアによりますと、このにゃんニャントラ自身がこの周囲の側近たちに、いや8月に絶対俺は WH に戻るということを言って、ニャーニャー言ってるということを言ってるわけなんですけども、でこれがですね、この根拠がそのいわゆる、まあ、ここからぼやかしますけれどもね、今アメリカのいろんな州で行われている、まあ、再確認あるじゃないですかね、再確認ですよね、再確認がまいろいろ結果が判明して、でこれをね引っ提げて戻るんだってニャントラが言ってるということを批判的に報じてるわけですよ。ね、これは、ね、またあいつなんか言ってらと、ね、言ってらってことを批判的に言ってるんで、このね、8月復帰っていうのが、ね、このある意味でちょっとバカにしてる感じで言ってるんですよ。ただこれね、我々ドンブカヤミウォッチャーからしたら、いろんな兆しがあるんで、お前らそうやってなんかちょっとネタみたいに扱ってるけど、マジでその世界線あるぞっていう話を今日はしていきたいんですよ。っていうのも、ね、東南アジアでなんか怪しい動きがあり、ね、兆しがあり、そう、兆しングでございますよね。先日からちょっとお世話になっている、ツイッターの都政王さんって方いらっしゃるんですけど、その方タイ在住の方で、先日もね、請求書が来ないよ、つってね、もうタイの、東南アジアのその請求書関係はもうなんか、やばそうだもんな、うんうんって思ってたんですけど、ね、実はあれからしばらく時が経って、結構最近のツイートで、相変わらず来ないっていうのがあったんですよ。これなんですけど、ね、この毎月25日から27日の間、電気代の請求は来るのだが、先月同様請求なしとね。で、バンコク在住の義理のお兄さんのとこにも来てないってことなんですよ。話全然変わりますけど、僕好きな言葉の一つに、義理の姉、ね、義弟っていうのがあります。言いたかっただけですね。そういうことなんですけどもね、これ。最終的な結論として、確実に下さらってるって言ってましたよ。下さらる。動詞だったんだって話なんですけどね。まあ、でも、そう、ゲサラが起きつつあるって話なんですよ。で、まあ、このね、ゲサラに付き物なのが RV っていうね、この通貨の評価替えっていうことなんですよね。このゲサラで通貨リセットが起きて、金本位制に移行するので、すべてのこの通貨の評価が変わるよっていう話がある。現在ね、世界は信用創造という仕組みで、この貨幣制度というのをね、成り立たせてるわけですよ。で、これに関して、まあ、実際の価値と釣り合わない額が、まあ、発行されてしまっているという現状があるわけですね。まあ、いくらでもすることができるわけですよ。まあ、もちろん暴落こういうのありますけど、まあ、することができるという。まあ、これはおかしいんじゃないかと言って、これを、元の、評価替えをしていくっていうのが、このゲセラであり RV と。システム変更には QFS、量子金融システムが使われて、導入されて、ね、資産の裏付けは、まあ、金になると。で、まあ、つまり金本位制に戻るという話なんですね。で、今回、この請求書が来ないっていうのも、このね、通貨リセットが実は、裏で起こっているから、タイ政府が、どうしよう、請求書どうしようかな、つって。一旦つってね、一旦してる可能性がありまして、ね、そういうことでこれ来てないんじゃないかなっていうことでございますね。都政王さん、情報提供ありがとうございます。ということでね、ということでね、まあ、タイでなんか起きてんなって話なんですよ。で、これね、タイだけじゃないって話なんですよ。
僕のね、お友達で同じね、一米ちゃんがね、米ちゃんがですね、フィリピンで、RV が起きてるっていうね、話をね、昨日してたんですよね。で、ちょっとこの話に触れていきたいんですよ。っていうのも、米ちゃんがそう言ったら、米だからね、そういうことなんですよね。じゃあ、フィリピンに一体何があるのかなって僕も調べてみたんですよ。で、なんかですね、こう聞くところによると、フィリピンには、この中の国から、こう何世紀も前に渡ってきた、ね、5人の長老がいると。で、その5人は、それぞれ一族を持っていて、まあフィリピンの経済、強いてはこの世界の経済を支配しているわけなんですけども、今のいわゆる CCP とは何の関係もない、独立した存在ということで、そしてこのね、5人の長老っていうのが、世界の 90% のゴールドを保有しているって話なんです。で、このね、今、世界各国のこの金融システムに対してお金を貸し出すということをしてたということなんですよね。要するに、現在のこの金融システムを、ある意味で安定させていたのが、このフィリピンにいる謎の5人の長老って話なんです。で、この5人の長老は1914年に現在ね、地球上を支配しているアレミナティの、いわゆる悪の勢力たちと手を組んで、まあ、現在のシステムを構築したというふうに言われてるんですよ。で、この5人の長老っていうのが、まあ、別にこれ悪とか正義とかそういう信念は特になくて、まあ、結局自分たちの金をどれぐらいね、増やせるかっていうところに多分主眼を置いてたと思うんですね。なので、一旦ここで手を組んでたらしいんですけども、このね、私たちのね、親方様、ね、ニャントラ様が、実はフィリピンの5人の長老に対してずっと働きかけていたと。で、このね、2021年、この度、ついにですね、この5人の長老たちから、まあ、営業が成功したってことですよ。このね、ゲサラ RV というものの注文を受けたと。いうことで、まあ、発注者でもあるわけなんですけどね、この5人の長老っていうのが。で、まあ、金を出すよということを了承したとか、してないとかっていう話があるわけですよ。こう、このね、フィリピンの RV というのが、このね、フィリピンにキーマンがいるっていう話なんですよ。で、まあ、よくね、こう、東南アジアではありがちなんですけども、この中の国から渡っていた華僑たちが経済を牛耳ってるって話なんですね。僕ちょっと調べてみたんですけど、フィリピンのトップ10の財閥、1割型華僑系なんですよ。なので、このね、長老っていうのが、この華僑の財閥の中の誰かの一族の可能性大なんですよね。まあ、ということで、まあ、こうそういう人がいるんだなって話なんですけどもね。このフィリピンのこの長老たちがついにニャントラたちに味方することを決めたとか決めてないとかっつう話なんですよ。これで、まあ、これね、もしそうだとしたらね、夜明けは近いなって話なんですけども。で、話最初に戻りますけど、このニャントラが8月に復職するって言い張ってるということなんですけども、これがこのね、 RV ゲセラの注文が完了したからついに来たぞと、ね、来たぞということで復帰しますということを言ってくれてんじゃないかなと僕は思うわけですよ。そして琵琶湖にゃんにゃん王国も復帰してほしいよね。で、そこだったら結構会いに行けるからね。そういうことなんですよね。ということで、いかがですかね、皆さんね。真面目にはやりませんしね、相変わらずね、なんかもうお前の妄想はもう聞き飽きたという人もいるんですけども、どうですか、ちょっとワクワクしてきませんか。ほらワクワクすっぞ、ね、これ言いたかっただけなんですけどもね。まあそういうことで、ちょっとワクワクしちゃう未来をまた描いてしまいましたね。フィリピンのね、5人の長老、そしてタイで請求書がまた来ない、ね、早く送ってほしいね。その件から私は夜明けが近いんじゃないかなということを今日はお伝えしたかったのであります。今日も一日お疲れ様でした。いよいよお過ごしください。お味噌ちゃんタワマン疑惑っていうのが今ねちょっと湧き起こってまして、皆さんちょっとコミュニティ見てくださってますかね。いつもたくさんいいねいただいてありがとうございます。先日ちょっとこの写真あげまして、ちょっとねこれ僕神戸の親戚の家に遊びに行ったんですよね。遊びに行ってちょっとふざけてる写真あげたんですけども、でこれがですねちょっとリスナーさんたちの間でちょっとね物議を醸し出しまして、このねここなんですけど、ちょっとこれ女性もののバッグが写ってるっつってね、ヒゲメガネこの野郎っつって、人妻とのアバンチュールかっていう話なんですけども、で違う違うっつって、もう違う違うよっつって言ってですね、これはね僕お姉ちゃんのねカバンだよとね、お姉ちゃんっつってもあれですよ、ビートたけしが言うお姉ちゃんじゃなくて、で血が繋がってるやつですよね、のお姉ちゃんのバッグであって、人妻、まあ、人妻だけどね、エロいやつじゃないよって言ってるんですけど、誰も信じてくれないね。写真っていうのは気をつけなきゃいけませんね。匂わせてないですし。よく考えてみて。そんな、ちょっと色っぽい話だったら、こんなことするって話。こんなことするね。まあ、お前いつもふざけてるからしそうっていう話もありますけれども。ね。これちょっとね、
違いますっていうことだけね、ちょっと言っときたかったんで、チャンネル登録してくださってる方で、YouTube のアプリね、落とされてる方、このコミュニティっていうのありますんで、ぜひそっちの方も毎日ね、更新してますんで、ぜひ、いいね、コメントいただければと思います。あなたのタワーマンションにもね、遊びに行かせてください。ね、あなたの心のタワーマンションにな。何言ってるかよくわからない。ってこと。チャチャチャラチャー、チャチャラチャチャチャラチャー、チャチャラチャチャチャラチャー、チャ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 ラチャラチャー、チャチャラトゥル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 、二の腕太しがアブガディドゥン、リップに使やもアブガディドゥン、人妻の手料理食べたいな。明日も晴れるかな。えいこ、えいこ、小池えいこ。昔より今のえいこ。ウォー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 。パンダの名前はトン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 。パンダの名前はシャン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 。ボイペイペペイ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 ペペイ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 。